考えますか。小学校の先生の女の子は亡くなっているんです。小学校の先生の女の子はいじめが原因で命が奪われているんです。これにかかわらず町の教育委員会、学校はこれを隠蔽改善したわけです。この決断です。こんなことを絶対にしなきゃいけないんです。こちらは新宿区です。コロナの感染力が高まり、感染者が急増しています。
定している。客引き行為は違反であり、直ちにやめなさい。こちらは新宿警察署である。ここで客待ち、配慮待ちをしているのは新宿区では社会こちらは新宿警察署です。ここ歌舞伎町周辺では悪質なキャッチ詐欺被害が増えています。これによって、子供たちが苦しんでいる、また思い悩んでいる、
またなくなってしまう。これが今現状なんです。これが日本の教育の現状なんです。これを絶対是正しなければ、また同じように東京町田山形坂田北海道旭川のように、また同じように高齢者がこの悩み、また苦しみ、そしてなくなってしまうんです。また被害者を出してしまうんです。
Thank you.
染力が高まり、感染者が急増しています。本来の着用は時間を避け、マスクの着用や消毒など基本的な感染予防対策を徹底しましょう。
私の言葉は全部嘘です。客引きに路上で渡したお金は一回戻ってきません。した場所や時間を避け、マスクの着用や消毒など基本的な感染予防対策を徹底しましょう。その場合は直ちに閉じる。
基本的な感染予防対策を徹底しましょう。こちらは新宿区です。コロナの感染力を高まり、感染者の入院を増やす。
Thank you.
っち写真撮りに行こう。じゃあお姉ちゃん、かわいいとか言って欲しいとか言うからやるよって言われて、それがダメだと思うね。
Thank you.